ここがヒスタリア。今回は私が選ばれたんだ。そうみたいね。にょほほほ、俺とナミさんとロビンちゃんの3人か。おいてめえ、俺のことは無視か。ああ、いたのか、おじゃマリモ。誰がマリモだ、グルマユ。お前さえいなけりゃ今頃両手に花だったんだぞ。俺が知るか。文句なら記憶の宝つ。あ、もう喧嘩しないの。はあ、なんで私。早く鍵を探してここから出ましょう。ナミさんもロビンちゃんも安心してくれ。君たちのことはこの。おお、頼むぞ。お前じゃね。はいはい、さっさと行きましょう。あら、彼女じゃない、ほつれを解く鍵。うおお、麗しきレディの頭上に輝く光るわ。あの女の願いを叶えればいい。それにしてもずいぶん暗い顔。話を聞いてみましょう。ねえ、あなた。え、突然ごめんなさい。ずいぶん思い詰めた表情をしていたから。よかったら話してくれない。失踪した恋人を探しているの。ガルフっていう駆け出しのジュエリーデザイナーなんだけど、一月前いい仕事が見つかった、これで一人前になれるって仕事に、それっきりいなくなってしまったの。そうだったの。あなた、エミリーよ。エミリーね。私はナミ。私たちがガルフを探すのを手伝ってあげる。でも遠慮しないでね。そう、じゃあよろしく。急に軽いな、おい。エミリーちゃん、俺が必ず君の願いを叶えてみせる。話はまとまったみてえだな。それじゃあエミリー、ガルフについて手がかりになりそうなこと。ええ、分かったわ。ガルフはいなくなる前、下水処理場でよく商人を相手に取引してた。だから商人の方々も。ありがとうエミリー。ひとまず下水処理場で話を聞いてみるのはよ。確か下水処理場はあっちだったわね。じゃあみんな。そうね。ナミ、もう。最近どうやら噂のあれだろう。俺たちも気をつけねえとな。こりゃ、なかなかの代物を買えたぞ。さっきあっちに行った怪しい。もう。
あら、よっ。さて、そうね。マリモ。ふう。もう。おう。そうね。ふん。取り。ちょっと待った。なんだお前たち。あんたが模造品の宝石だとしたら、ガルフっていうジュエリーデザイナーを探してるの。あなたたち。ガルフ。ああ、それならこの前、素直に答えちまった。やっぱり俺たちはそのガルフに用があるんだ。返せと言われて取引現場を見られ。出てこい、お前ら。やる気みてえだな。お前らやっ。あなたたち、覚悟はいいか。ミルフルーギガンテスコマーのストンプ。さあ、ガツンとかますわ。ウェザーエッグ、生まれておいで、雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。ロビン、怪我はない？ええ、頼もしい子。準備運動にもなりゃしねえ。ガルフは返してもらうわよ。あ、で、だ、そう。確か今日の予報は、素直じゃない黒服は落雷注意。うぅ、わかった。ウォーターセブンの地下水路の奥、そこにアジトが。地下水路の奥。わかったわ。みんな、早速が。あれはエミリー。何これ。メモリアに戻る時の光だ。私たちまだ願いをか。記憶のほつれ。いや、それがよ、まだ鍵の願いを叶え。近くにエミリーがいたわ。私たちの後をつけてきたみ。え、ガルフの居所が知りたいという彼女の願いは。まったく。わかったわ。次の。今回も無事に着いたみたいね。それもちょうど地下水路。移動の手間が省けたな。エミリーが来ていないといいんだ。あら、彼女は記憶世界の住人。わかってるわ。彼女の身にもしものことがあったら。そうしたら力は取り戻せないかもしれない。ここは歪んだ記憶世界。それで地下水路の奥にアジトがある。確かここは。迷わないようにしないと。なんでこっちを見んだよ。行くぞ。
そうね。かかってきやがる。ねえみんな、あれってあいつが言ってた？おいおい、これくらいでへば、口動かしてる暇があったら。はい。ひどい。あの中央のスペースにいるの。胸クソ悪い光景。あの中にガルフってやつは。ええ、多分。予想はしてたけど。ああ。下手に暴れると職人まで怪我。作戦を立てて動いた方がいいな。まず。ゾロはいないわ。は？よし。おい、誰か来てくれ。こっちに剣を。あのバカ剣士、考えもなしに。行くわよ。来いよ。切られる覚悟があるならな。三刀流黒杖大達磨。ちょっと、まだまだ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ディアブルジャンブポアルはフリールスネクトール。さあやるわよ。ウェザーエッグ、生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポ。俺もそう。この状況で得意げにすんな。元はといえばてめ、うん、もういいわサンジ君。今はガルフさんとしょ。そうだな。さっさと。幸運なことに奥の奴らにはまだバレ。このまま近づいて一気に叩く。そりゃこっちのセリフだ。不思議ま。あ？もう分かったから早く。おう。なんだてめえら。あんたらが無理やり働かせてる職人たちを。なに、職人ども。やつらはそう簡単に奪わせると思うなよ。家畜ですって。無駄だナミさん、こういう連中。お前ら侵入者どもをバラして。やばね。わかりやすくていいじゃねえか。やれるもんならやってみな。餌になるのはどっちかといっても、こいつらじゃ海王類も食わねえな。生意気な。マフィアの恐ろしさを思い知らせてやる。この感覚。力が湧いてきやがる。よし、あんな奴らぶっ飛ばすわよ。ああ、任せてくれナミさん。準備 OK だ。みんな、トレイント、サントボー、サンダー、テンポ。俺の方が強い。口ほどにもねえ。ナミさん、こいつらど。あとはこの町の人たちがどうにかするでしょ。じゃあ
私たちはショック。ええ、エミリー、いいの、あなたが無事でよかった。皆さん、ガルフを助けてくれて本当にありがとう。あなたたちのおかげよ。おかえりなさい。今回も記憶のほつ…もちろん力もバッチリ取り…ずいぶん張り切ってたわね。力を取り戻すためだもの、当然でしょ。それだけかしら。そうね、現実の人間じゃないと分かってても、大事な人を奪われて悲しむ彼女を見て放っておく。やっぱり変な。リムちゃん、なんか言ったか。なんでもない。